どうも、吉岡でございます。こんにちは、お姉ちゃんでございます。よっ、今日の動画ですね、はい、お姉ちゃんが1ヶ月間2月からか、トレーニングじゃなくて減量を始めて、はい、1ヶ月以上経ったので、ちょっと1ヶ月の、減量報告を皆様にちょっとしてみようかなっていう動画になっております。すんの？はい。なんで？なんで？ちょっとどんなもんかっていう、はい、まあ、実はまあお姉ちゃん の、 減量ね、見てないんですよ、しっかり見てなくて、何食ってるかも正直知らない。で、どれぐらい減ってるのかも知らない。まあ、変な話、専属のトレーナーじゃないんで、お姉ちゃんこれとこれ食べて、お姉ちゃん体重何キロなんて正直気にしたくないじゃんね、お姉ちゃんね。はい。ね、だからあんま見てないんですけど、ただちょっと僕自身もね、正直知らないです、今体重どれぐらいかっていうのは。気になって今動画を回してみてます、ね、みんなの女性のね、なんか参考にもなったりするもんね。1ヶ月間でどれぐらい落ちたのか、ボディビルやってる人とか、ね、女性選手がっていう風にちょっと皆さんにも参考になればなと思い、ちょっと報告動画というか、どんなダイエットしてるとか、あと体重がどれぐらい減ってるとかっていうのをちょっとお話していこうかなと思います。はい、はい、じゃあまず体重ですかね。どんな感じかっていうのをちょっと皆さんに報告してみましょう。はい、姉ちゃんは、はい、1ヶ月間ダイエットをして、はい、一切痩せませんでした。くそ、そんなことある？おかしいよね。おかしすぎる。そうだそうだ、おかしい。1ヶ月ダイエットして、うん、一切変わってない。おかしい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 。だって俺はお姉ちゃん減量してる姿を見てもね、おかしいよ、おかしいよ、おかしいぞ。これは本当におかしい。不思議なことが起きてる。だってしっかりご飯の量も測って、お肉の量も測ってやってるお姉ちゃんを見てる。おかしい、おかしいんだよ、絶対おかしい。でも何か原因があるんちゃある？ある？あ？じゃあちょっと何すか原因って。あのね、はい、まあ、ダイエットを決め込んで、はい、調子がいい時は調子がいいや、調子がいい時は調子がよく、はいはいはい、頑張るぞって気持ちで頑張れてんだけど、うん、なんかふとした時にね、調子がいい時は調子がいいって頑張れてんのよ、うん、だけど何日か頑張れたと思ったらいきなり肩が来て、気がついたらコンビニに行ってる。はい、あ、コンビニ行ってた。なんか俺お姉ちゃんがでもコンビニ食食べてるとかで見たことないよ、しっかりバレないように食べて。俺見たことないよお姉ちゃん。あ、ないよ。あ、俺が仕事してお姉ちゃんが休みの時とか。え、ちなみに何食べたの？ひどかった日は、なんだっけ、菓子パン4つ、アイス1つ、あ、おにぎり1個みたいなのを詰め込んだ。無意識にやってるでしょ？意識はそれありますよ。あ、意識はあるんだ。さすがに。あ、意識はある。無意識なわけないですよ。意識はあるんだ。コンビニ行ってるわけですか？はいはい、はい、お金払ってるわけですから。はいはい、無意識だったら盗んでるよね、多分。確かに確かに。意識はそりゃあるんだけど、意識がある中、はい、食べちゃダメだ、食べちゃダメだって言いながらこうやって取ってくださいって。え、でも、まあ、それね、この事件は知ってるんですよ、僕。ちょうど電話したんだよね。どっちからが電話したか分かんないけど、うん。そのタイミングだったから、お姉ちゃんが白状したのか、なんだろうね、押し付けてくれたよね、食べちゃったんだ。それしかもそれで俺びっくりしたのが、泣きながら電話した。食べちゃった。こう今笑える感じだけどガチなテンションだよね。本当にもう私ダメだみたいな。なんでそんな泣きそうになるぐらい
な、しかも買ってる時も罪悪感あったり、それもう泣きそうになってるでしょ。いやなんかちょっと食べるじゃん、そしたらもうちょっと食べるのもいっぱい食べるのも変わらないだろうって思う気持ちになっちゃって、それなら今食べるしかないみたいな。あで泣きそうになるの、食べた自分に後悔して。いやもうね、そんなね泣きそうになるぐらいだったら、あのもう美味しかったねっていう気持ちになってほしいですよ。あ美味しかった、もう食べた私は今日は美味しかったです、ありがとうございましたぐらいのテンションで言ってほしい。泣きそうになって私はもうダメかもしれないみたいに追い込まれてるお姉ちゃんの方が俺はねダメだったと思う。あれは仕方ないじゃん、食っちゃったら。いや食っちゃいけないけどね、はい、食っちゃいけないけど、食ったから後悔じゃなく、食って美味しかったで次でちょっと切り替えていただきたかったです。ただあれが1回だけじゃないんだ、この俺に報告したの1回だけじゃないんだ、いっぱいあったんだ、それ以外に気持ちの調子がいい時と悪い時の差が、ホルモンバランスが激しい激しい乱れていく。まあ仕方ないっちゃ仕方ないかな、そういうね。全部ホルモンバランスのせいにしようとしてる自分もいる気がする。ここ難しいな、この問題は難しいな、難しいね。あの女性ってあるんじゃないですか、ホルモンバランスが。ありますあります、ねえやっぱありますあります、生理前とかさ、そういうのがね、うん、まあそれが原因だよね、うん、とか風邪ひいちゃったタイミングが結構あって。ああ風邪ひいてましたね。そうそう、で風邪ひいた時に、いや今食べれるもの食べなきゃっていうので。それはわかるか、食べちゃうじゃん。それはわかるかも。でそうすると逆に食べれない時間帯は食べれないくせに、食べれる時に調子良くなっちゃってめちゃ食っちゃったりもした。気がついたら食べれちゃうんだもん、食べれる時に食べとかなきゃみたいな、まあ、とりあえず食べちゃったんですね。はあそうですこの痩せなかった基本は、ええ、ちょっとはい、皆さんにもね、大会に出場するってことはしっかり報告してしまってるんで、いやマジで痩せてください。はい、はい、僕ももう減量入ってるんで、はい、はい、本当にこれは一緒にまた頑張っていきたいんで、はい、痩せるっていうことをもう一回宣言して。お姉ちゃんは、はい、もう爆食しないように自分の気持ちをコントロールしながらダイエットを頑張ります。宣言。はい。食べますよ、本当に。本当に、ああ今日やばいなって時は、はい、寝ましょうとか、もうコンビニでもう私買うぞみたいになっちゃうまでは許してあげるから、その瞬間必ず俺に電話して、もう私買うからみたいなテンションでメンヘラみたいな、もう私コンビニで買うからみたいな、もう私今階段登ってるから4階のコンビニでコンビニで買うからみたいな、ちょっと待って俺絶対説得するから、待てもう今階段登ってる、待て4階にあるコンビニに行くの、一旦コンビニに入んだ、一旦なって商品だけは見るなっつって、言ったな、話は聞く、お腹空いたんかっつって、はい、でも絶対そういう時にお腹空いてるからじゃないでしょ、もうテンション的な問題でしょ、なんだろう、欲してる、そうだっつって、お前は今欲してるだけだから食べたいわけじゃないんだっつって、買いたいかそれでもっつって、なんか説得できそうじゃないですか。必ずじゃあ、コンビニに行くときは、僕に電話を、一旦置いて、ほぼないですよ、ほぼないですけど、僕がじゃあ買っちゃいなよって言ったらね、買うようにしましょう、そういうのは。ね、だからチェンに無理せずチートデイみたいに作ったらじゃあ。いやもうチートデイをね、入れちゃうと、ね、終えられないの。チートデイやっちゃうと、次の日2日後とかまでスイッチ入っちゃう。難しい人だ、本当に。去年に関してはチートデイはしてなかったね、そういえば。じゃあ2日間かけてチートデイすればいいじゃん、それも違うの。例えばよ、だからチートデイで言ってももうメンタル的なチートデイだから、その量を頼るんじゃなくて、
朝昼晩の3食って考えて、普段か5食とか6食って考えて3食も少ないじゃん。3食で1食ずつ美味しいもん食うって普通の生活で。でもその1食をさ、1食で詰め込まなきゃ詰め込まなきゃで、だからさ詰め込んでいいの？詰め込むんじゃねえって言うの。3食でやって美味しいもん食って、だからメンタルね。で次の日もやればいいじゃん。そしたらさ、そんな結局ね、カロリーでいったらさ、多分そんな詰め込んだ日より少ないじゃん結局。無理か。って感じで、ちょっとお姉ちゃんにはカツを入れていただいて、頑張っていただこうかなと思います。はい。やってください。なった。はい。じゃあちょっとじゃあめっちゃこう食べたくなったら動画回そうかな今度。あ、それいいんじゃないの？で食ってるとこも動画にしてほしい。え、マジそうじゃない？でもそういう時はさ、マジ無駄に食ってんじゃん。でももう病気みたいな気持ち。だからそれも回してほしい。だからもう回すメンタルじゃないよねきっと。いや回してほしい。回すか。どうせ食うなら回してほしい。今日、うん、見たいと思う。どうせ食ってるお姉ちゃんをね。こうやって。いいよ。普通にもう置いといて、もういつも通り食べてていいから気にせず。これなくていい別に。普通のお姉ちゃんをあガチでなんか無心で食べてるみたいな雰囲気をちょっと撮ってみてもらいたいですね。はい。でそうならないのがベストでしょ。ベストですけど、それはそれで俺もちょっと楽しみですが、ニヤニヤしちゃう。はい。っていう感じで今日の動画はお姉ちゃんの報告動画になりました。頑張っていきましょう。ではまた。